まず敵が討ち入りに気づいたとして、奴らが潰してえのはお前ら赤鞘の侍たち、それに加え俺、麦わらや、ユースタスや、この三人の船長だ。うん、わかる。お前らがどんな作戦を立てようとも、正面から乗り込むであろうバカが約2名現れる。バカはいいおとりになる。しかもただのおとりとは思えねえほど手強い。バカを止めようと大量のカイドウの部下どもが正面に動員される。なるほど、カイドウの部下が正面に集中し、左右の山道は手薄になるというわけか。よって予定通り全員左右の山道を進む。だがその左右に進んだ兵たちもおとりだ。なんと、うん、もちろん俺たちもたとえ捨て石になろうとも、金右衛門たちを決戦の場へ送る戦いと心得ているが、では赤鞘たちはどう進む？海しかない。しかし海には上陸を阻む渦潮が。大丈夫だ、問題ない。このポーラータング号で海中に潜り島を回り込めば上陸を阻む渦潮も回避できる。そして俺の能力ならお前らを島内へ送れる。うん、ありがたい。だがロードン、拙者だけはやはり皆を先導せねばなるまい。確かに。では拙者も山道を行き、左右一人ずつで皆を先導しよう。では雷蔵、川松、犬嵐、菊之丞、アシュラ。わかった。おいどんたちは体力を温存し、その全力をカイドウにぶつけるぞ。